本日は北海道大学理学部の大先輩でいらっしゃいます柳町隆三先生をお招きしまして、理学部本館の大会議室でお話を伺いたいと思います。先生よろしくお願いいたします。先生は1952年に北海道大学の理学部を卒業されていますよね。当時北海道大学の学生時代の思い出やエピソードを教えていただけますか。はい、まあ、終戦直後でしたので非常に貧しかったですね。それで私がここに入った1年目の時、49年ですかね、食料なんで、この大通りの公園も道路もこの北大で芝生も全部畑になってました。それほど物がなかった、だけど我々やっと死なないで済んだというのが喜びでしたね。戦争中俺は国のために死ぬのが名誉ぐらい思っていましたので、それがガラッと変わりまして、平和といいもんだと思いになりました。私は動物学科におりました。で今のように材料の動物を飼うということはできなかったんです。でそれで魚は小川で取りましてね、それカエルは山に行って、そんなことをやってました。結構当時はそういう動物がいましたね。自分で学生が採集してやってました。当時の北海道大学のキャンパスと今はもう随分様子が違うと思うんですけども、はい、今のキャンパスはいかがですか。広いことは同じですね。だけど終戦直後は殺風景としてました。先に言いましたように畑になったりして、で今帰ってきて緑が多いんでびっくりしましたね。それポプラ並木も一時なくなったけどまた生えたよう でキャンパスとしては日本で一番綺麗でないかと思います。先生は、ご専門は動物の受精をずっと研究されていたということなんですけれども、はい、その研究分野の選択っていうのはどういう経緯でその分野を選ばれたんですか。そうですね、学生時代に実習といいますか、お城の海岸に行って、その時に初めてウニの受精発生の現象を見ました。非常にダイナミック、今まで見てた今日は非常にスタティックですけどね、でダイナミックで、あこれは面白いで、それから教科書の中に、これはウィルソンという人の書いた教科書の中に、我々の遺伝子というのは体からもらうんじゃなくて生殖細胞というか卵子から受け継いでるんだっていうようなことが書いてあった。でこれは面白いなと思いまして、そういう分野に入りたいと思って、で幸い加納塾医という若い優秀な塾医がいました。その人の講義は非常にダイナミックで感激しました。その先生に就いたんです。それで3年4年着いたんだけど、その先生が転職されましてまた別の先生に就きました。だけどその受精という現象にずっと興味ました。で当時は利口な人は材料の手に入りやすいウニとかカエルを使ってます。で私は偏屈なもんですからね、人と同じことをするのは嫌で、で人間は動物であると。それで受精というのは人間にとっても大事な瞬間ですけど、ほとんど研究されてません。学位を取ろうというきっかけは何かあったんですか。学者にとっては学位というのはスタートポイントですね。マラソンの選手権にこう参加する証明というだけで、そういうの本当にスタートになります。でそれを持っているとその人は一応そういう経験トレーニングを受けたという証だけで、それだけです。先生はじゃあそのまずスタートを切りたかったっていうことなんですかね。研究を始める、まあ、一応スタートラインにつかせてもらったというわけです。はい、そうですか。実はね、私はずっとここにいたかったんです。あ、そうなんですか。ですけど僕の教授の石川先生っていうのは、どういうわけか僕は研究に向かないと思ったんですがね、南高等学校の教員になると言いました。
で実際1年間フルタイムで働くんです。でその時は、もし先生になるならば、なんですかね、金八先生にならなくてましてね、どう考えても金八先生になんで、で研究が諦められないで、それで辞めました。で、南高といえば進学校で、ね、一番いいんです。だけどあの研究やめれなくて身が入らない、で私にも悪いし、だって生徒に悪いですね。それ一年でやめない。でまた無給の研究生にいました。で北大では万年研究生でいました。でその時に学位を取ったら本校を書いてやると思いまして、魚から哺乳類にこう書いて、でそれでここで学位を取ってからアメリカのドクター M.C. チャンという方のところに手紙を書きましてね、学位を取ってからあなたのところでポストドクで行きたいけどどうかと。でどうせダメだと思ったんですね、専門で魚から魚の研究から本日と驚いたことに来てよろしいという手紙をもらいました。でこれは非常に不思議でしょうがなかったですね。で彼が亡くなる5、6年前にハワイに来られました、奥さんと。その時にハワイの国立公園を回ったんですが、この時聞いてやろうと思いまして、ね、で、ドクターちゃんなぜ、私をポストドクで取ってくれたんだって、それまで哺乳動物の実の研究は全くしてなかったけどって聞いたら Well, you did good work, fish ってこう言ってくるんです。で、普通でした、大抵ならゴミ箱捨てられるところで、彼は何か思ったか人にギャンブルをしてくれましたね。それで私を取ってくれ、もうその時に捨てられたら今の私はありません。すごい奇跡的なエピソードですね。すごい、すごく、じゃあこう紆余曲折当時はあったんですね。青春と言葉ありますね、そのなんか楽しいことばかりのような感じはしますけど、まあそんな歌がありましたがね、青春の真っ只が辛いことばかりで、まさにそうでしたね。だけどこの青春の悩みっていうのは、なんか後で非常に大きな過程になりますね。で人間というものは順調に進んでいるとき案外進歩がないものです。でそういう苦労しているときに人生の糧を集めるっていうわけですね。でその時私はこんな苦労してるというか思うようになるのは私だけだと思ってたんですけど、みんなそういう時期があるかもしれない。で若い時にそういうことを経験していることは苦労してるというかいいことだと思う、後で考える。もし私は全然苦労なしで小学校中学校大学って言ってそういう時後で人生の中半後半ですか、悩みに遭うと今だけ経験ないから困ると思う。若い時にぜひ苦労してるとそれ慣れてますからね、失敗に。自分の時は若い時は自分だけだと思うけど、これ後でさっき言いましたように人生の糧になります。手となった失敗の中で、はい、特にその忘れられない研究上の失敗とか、失敗なら誰も負けないぐらいしてますよね。例えばすごく印象に残っていることとかあります？アメリカから帰ってきまして、で、ドクター市川の部屋と柳の町が帰ってきた。で実はその前にですね、帰ってきたら助手の口があるかもしれんとか言ったらね、でそれで「あやらない間違った返して」で「お前に手紙を書いてからもう一人の候補ができたと」とね、私でそれで、教授会で、「お前はダメだ」と言うんですよ。でがっかりしました。後で考えればですね、ただ順番だってかもしれませんね、助教授の順番ね。僕は、だからそういうこと知りませんでしたからね、これは偉い国に帰ってきたと思いまして、ね、それでアメリカが恋しくなったんですけど、でその時1年ぐらい経たない、1年も経たないうちにアメリカで知り合った
バンデビル大学のドクター・ノイスという人がですね、私はこれから新しくできるハワイ大学のメディカルスクールのアサシエイトディーンで行くと。でお前はデパートメントのアナトミー&レプロダクティブバイオロジーの助教授として迎えるけど興味あるかって言うんだけど、まあそんな状態でしたからね、はいはいっていうわけで2年か後で待ちます。でそれが行ったのが1966年です。でもしその時、私がこのポストをもらってればここにいたはずですけどね、まあ幸か不幸かその千人もらえたもんですからね、行くのにどっちが良かったかしそれは分かりませんけども、はい、でもそれで先生がアメリカに渡られて、はい、すごく素晴らしい研究を展開されたと思うんですけども、そのアメリカでのご研究はどのようなものが中心でした？私助教授で行ったわけですね。だけどそれはいろいろな事務とはそういうことでは教授助教授っていうランクありますけど、研究に関しては一列に出ます。それですぐお前自分で研究を取ってこいって言われます。で日本ですとその教授の言うことを聞いたりします。そういうことはこう予報になるんです。今までそのゼロのレベルに達するのに苦労してましたけど、とにかくユニバートハワイでゼロに置いてくれたんで、あとは自分の努力ですね。でその中でアメリカ人と同じく働いてるんならとても立ち入りできません。だから 2,3 倍働けばやってきます、はい。自分の好きなことをやれば自分の嫌いなことをやってると1週間でもくたびれますけどね、自分の好きっていうか情熱に入る、たとえ1日に 2,3 時間しか寝なくても疲れないんです。でよく芸人でほとんど寝てないって言いますね。疲れてないんです。好きなことをやってる、で嫌いなことをやってると1週間でもくたびれてしまうね。まあそんな経験があります。だからなんとか耐えられる仕事を見つけるんじゃなくて、自分エンジョイできるものは人が何と言うか構わないけど、それを選びなさいと言いたくなります。そういうふうにじゃあ自分の専門を選ぶというか自分の進路選択をしていく、はい、好きなものを選んでいくっていう。私若い時には面白い研究テーマ全部やられてしまったと思ってたんですね。まずはとんでもない感じがある。で皆さんもそう思うかもしれない。ですけど見方を変えると例えばですね、これから30年後今の若い人がレタイアすることを時見れば全然なんですか、スタートした時よりも分かってるはず。だから皆さん面白いテーマをみんな返されたと思うけど、それはとんでもない間違いですね。で物をちょっと考え直すとですね、別の角度を見るとほとんど分かってない、非常に大事なことだけど誰も聞いていてない、あるいは評価してないというのはあるはず、いっぱいありますね。で今流行りのものに飛びつくのも手ですね。でよくバンダゴーンって言いますか、あれの3つみんな流行でこう言われる、今流行ってること、あるいは文部省が国家プロジェクトとして出していること、これいつまで続くと思いません。であなたたちがレタイアすることに頃に咲く花は今ほとんど無視されてるはず、無視されてる、軽視されてるから。でそういうのは必ずあります。北大はクラーク先生が言うように大将だけどね、人に馬鹿されようが自分はこれは将来大事になるっていうことを見つけて、人が笑おうが何か構いません、それを通すことが大事です。これから自分の道を探していく若い学生さんに励みになる言葉だと思います。今軽視されてるからみんな聞いててないかな、ご労するはず、ね、流行を追うのは私は大事ですが、すみません。先生のそのご業績といいますか、その科学生物学に貢献されたことってものすごくたくさんあると思うんですけども、特に有名なのが哺乳類の体外受精や顕微授精の開発に貢献されたと思うんですけども、まあ、体外受精はですね、僕は人のを狙ったわけじゃないです。現象そのものに興味があります。それでどういうプロセスで起こっているか、哺乳動物は受精体内で起こりますので、とても扱いにくい。
やっぱり外に出してみなきゃななんていう方法として体外受精を研究しました。それである時に人の体外受精に入るチャンスもあったんですよ。実際オーストラリアに行って一緒に共同研究したことがあった、ですけど私はそのやっぱり応用そのものよりも基礎に向いてると思いまして、それに基礎編にとどまりました。でエドワースってノーベル賞をもらって、私よく知ってます。私2つ年上です。彼は同じ PhD ですけど、彼は応用を目指してずっとやるんで大変苦労しました。それから周りからこれはけしからんという反対も受けました。ですから彼はそれに耐えたですね。で彼の業績もあるんだけど、そういう圧力に耐えたっていうのがノーベル賞の半分に相当すると思ってます。先生のお言葉で、その人を狙ったわけではなく、人の生殖医療を狙ったわけではなく、人は動物の一種ですね、はいはい、で僕は基礎というか牛でも人でもネズミでも全部通ずるそういう基礎が向いてるもんで、もともとそれで臨床も大事ですけど、私には向きませんで、やる人がいっぱいいるからそれは任せて。その先生の基礎が大事で、その とにかく受精っていうメカニズムに純粋に興味があるっていう、はい、興味がありますんで、はい、生命 の出発ですけど、はい、で小さなエラーは後で非常に大きな結果をもらいます、はいはい、なんかその研究に対する姿勢が理学の精神そのまま表していらっしゃるというか、すごく素晴らしいハートだなってそうですね、今から30年前から余裕ができましたんで、魚の方も並行して本人たちは中心ですけど、日本に来た時は魚の研究そのことをやってました。今回もカナダに行くのは実は魚の受精の研究で行くんですが、魚はどんな種類魚種は買われているのか。ここにいる時はニシンの受精の研究しました。あの当時はたくさん取りましたね。何万トンと取れたの、それでずっとアメリカじゃもちろんニシンの研究はできませんだけど、ある程度余裕できて1990年頃からですね、カリフォルニアにのボテガベイっていうイルマスでカリフォルニアのラブがあります。でそこに行きました。そしたらここニシン来るよって言うんです。じゃあって言うんで何回かそこに通いました。それがもう30年前になりますかね。それで魚の研究はちょっとセカンダリーでこう続けてね、まあ、魚と哺乳類両方や今でも旭川の大学に医学学大学ですか、あそこで僕のポストドクが2人ばかりいますので、そこに行ってもいい。私は自分の手を使ってやるのが好きなもんですからね、論文を読むだけじゃなくて実際に手を使ってやるのが好きなの。それで手を使うっていうのはいいことなんですかね。絵描きさんなら結構長生きしてますね。彫刻する人もなんか科学者も手を使うと何かいいような気がいたしますけど。先生はじゃあ今現在ハワイ大学の名誉教授でいらっしゃいますけども、はいはい、その現役をリタイアされた後もずっと手を動かして実験されていらっしゃるんですね。日本ですと退職すると大体建物の中に入ることができませんね、部屋がない。で私の作ったといいますか始めた研究小さいんですけど、でその次の私の後継者がですねそのまま残っていいって言うんで、結構大きい部屋をもらいまして、そこで学生さんはもちろん取りません。で向かいに小さな部屋があります。そこで顕微鏡と簡単もあります。そこで使わせてもらっています。それで私はこの大きい部屋いらない、ね、小さい部屋でいいって言うけど、ここに入れって言うんで今でそれに甘えてもうレタイアしてから2005年にレタイアしましたから。それで学生さんは取れません。ただ僕のポストドクがあちこちに散らばってますんで、日本に待ってそこに行って万年ポストドクで雇ってもらっています。研究を
成功させるためには何が必要だと思われます先生？グッドクエスチョンあのそこに三脚ありますね。まさにこれです。であのカメラが成功としますね。成功するには3つのことが必要です。3つじゃいらないです。1つじゃダメですね。2つじゃダメ、3つは4ついらない、3つで、この3つが何だと思います？最初にまず目標というかテーマ、これを見つけるね。で、ビガーとベタっていうね、毎日考えてね、1日5分でもいいや、何が大事だろうか。そうすると案外やられてないことが聞いてます。目標を大きく持つ、ね、でよく作家がね、いいテーマが見つかったら仕事の7割できたと言います。まあそれはあれです、まあ、まさにそうで、小さな目標なら結果も小さい、大きい目標も。でこんな大事なね、僕の場合は哺乳動物の研究は無視されたけど、いずれ将来大事になるんじゃないかっていうのぼやっとしたあれがありまして、ね、まあそんなみたい。それからもう一つは、それにアプローチするに必要な方法というかテクニック、それを十分にやる。時間がかかっても構わないから、それをマスターする、ね、でもう一つは努力です。で努力して、ただ考えてアイデアだけじゃダメ、努力です。このまず目標をがっちりつかむということ、それからそれに目的に達する方法を確実に自分でマスターする。時間がかかっても構わない。でもう一つは努力、この3つがあれば、ね、失敗のしようがないです。私はバスタンで小さな探究を作りました。あんたたちのもっと大きなね、あれできます、ね、僕でさえなんか小さな探究を作ったような、あんたも皆さん誰でも作れる。で皆さん我々理工だからね、科学論文を書く上で大切なことってどんなことだと思います？英語がインターナショナルランキングになりました。で、名文は書けません、絶対に、ね、私も本当の英語は書けない。だけどサイエンスは事実を確実に相手に伝えればいいんですけどね、格好良くなって構いません。で中身で勝てます。で綺麗な格好いい英文書く論文もありますけど、中身がなければそれで勝てますけどね、卑下することはダメ。それで英語の論文を書く人の7割、8割はノンスピーキングですよ、ね、それで、まあ、インターナショナルランゲージだからね。それでサイエンスの場合にはみんな良い論文で読んでくれますよ。これ文学のね、英文学ならそうはいかないけどね、幸いサイエンスならば多少かっこ悪くても中身があれば、でどうせ引用される時は一部これはですね、これを言えればいいんですからね。日本人の学生は英語に苦手意識がある子がまだまだ多いんですけども、はい、アメリカ人やイギリス人、英文書けない人がいます。喋るのと書くの全然別です、ね、で喋るのは下手くそだけどね、中身が良ければ多少かっこ悪い文章でもね、分かんないのは困ります。何言ってるか分かんないのは困るけど、そうでなければ、ね、中身で十分書けますけど、ありません。それでさっき言いました7割8割の人は単語はまた単語じゃない、ね、うん、別に日本人が例外だわけじゃなくて、で フランス人なんか実はね、英語で書くの嫌がってるんですよ。本当は書きたくないんですけどね、でフランス語で書くと誰も読んでくれないから、しょうがないからへんてこな英語を書いてますけど、みんな苦労は同じです。ただその中身で書けますんで、北大にも理学部にもこれから海外へ羽ばたこうとしている学生さんもいるんですけども、そういう学生さんに何かアドバイスとか、はい、相手は日本だけじゃダメで、世界でね、世界中の、で外国に行っていいことはいろいろな国の友達ができるってことですね。僕がアメリカに行っていいと思ったのはやっぱり生涯の友達があちこちにいるということですね。これは サイエンスのなんて運転というか珍しい職業ですね。
日本だけで固まるやっぱり世界でも友達を作ることするぜひ若い学生さんはどんどんチャレンジして世界に羽ばたいていく、はいはい、日本の方は確かにコンフォートが知らないけどね地球も狭くなりましたんでねこのコロナでちょっとつまずいたけどいつまでも続くわけじゃないですね。あの国とか環境によって随分違うとは思うんですけども日本の大学っていうのは学生さんも教員も職員もみんなやることがとても多くてとても忙しいように思うんですね。先生はそういう時ってどうされてます？アドバイスがあるんですよね。やることはいっぱいみんなありますよね。で漫然とやろうとするとこうダメであのイタリアの経済学者のペロッツって、まあ、ペラッツの説っていうのはあの彼は商品学のことを専門なんですけど例えば商品があって商売してると利益の8割はこう2割のものから来てる80% value lies in 20% item っていう言葉があるところは経済の話です。だけど不思議なことにこれあらゆることに通ずるんですね。例えば論文が例えばありますね100問これ全部読むと大変です。で その時にいろいろ調べてあこの 20% が大事と思ったらそれを徹底的にしてもいい。そうするとほとんど全然 80% つかめるということで人のやること何でもそうですね。で例えばあの大学でいろいろなことがある。でそれをあの1から10分並べてみます。どれが1番か2番かで、まあ、順序はしょっちゅう変わりますね。で最初のこの1、2をまずあの終えるように努力してでそれを終わると大体自分のやりたいことの 80% ができるということなんですね。で家庭でいろんなことがある。1、2、3で番号をつけてそれを2つやる。でそれ終わってからやる。そうするとあの能力できます。それは僕の人生ずっと合ってて知っていたんですよね。その漫然とやるとそれはあの他のことするなって言うんじゃない。とにかく最初のリストの1、2を最初に終わるようにすれば、ね、あの大体8割できる。なんか不思議な現象があるんで人間にやることみんな研究もそれからあの何でもなんかそれに雑用も通ずるような気がします。もっと若い時に聞いてくれば分かったんですね。そんなの後半になって聞いてきました。最後の質問なんですけども、先生の後輩になる理学部の学生さんや、これから科学研究を目指す若い世代の方たちにメッセージをお願いします。Be stupid って言葉を知ってますが、人は何と言おうか、自分がこれ今何とか知らないことしなきゃならないことあるいは面白いけどみんな気づいてないあるいは大事なのになんでみんなしてないだろうかっていうことがあります。必ずそれは自分でいろいろ考えてそれを見つけたらですねそれに向かってあの先に三脚の原理でやれば、ね、失敗のしようがないです。しようがないっていうかあの大きい人でベストしてねその一つ欠けても三つあれば三つ以上はいりません。でそういうことをあの私の人生で感じましたけど2030年に北海道大学の理学部は100周年を迎えるんですよ。はい、その時もまた来ていただけますか？はい、それに努力します、はい来年のことは言えませんけどもあの今のところは自信ありますけど明日は分かりません。1年ごとに言えば言えば生きておりますけど、はい、ぜひお待ちしてます。はい、先生 の継続した研究活動も応援しています。はいはい、どうもありがとうございます。